どうもサバンナ高橋です。ソーシャルディスタンスということでですね、今日はですね、初の車運転動画なんですけれども、今日はですね、とある場所を目指してまして、千葉にありますある場所に行こうと思ってるんですけど、ある界隈ではもう超話題になってまして、今から行く場所は羽田方面です。シーサウナシャックです。よいしょ。これは何かと言いますとですね、千葉の館山のとこで2時間半貸し切りで海沿いでめちゃくちゃいいサウナがあって、それが4月にオープンしたんだな。4月にオープンして、でもサウナーたちがこぞって SNS に今上げてまして、でこれ行きたいなって僕はふわーっと思ってたんですけど、なんとそこが鉄道の知り合いの方がやられてるってことでな。そうです。小雨ぱらつく中、シーサウナシャックに向かいたいと思います。じゃあ高橋さん、はい、今向かってる館山、午後から晴れます。え、ほんま？はい、これで晴れるん？晴れます。午後からっていうか、お前もう2時やから午後やねんけど。いや、だからもう晴れてます。晴れてないやろ、お前館山。いや、晴れてきてる。いや、こんなどんよりしてるのに晴れてんの？千葉行ったら晴れてきてる、大丈夫。信じましょう。晴れ男がいるんですよ、鉄道さんを信じましょう。一概には信じがたい話ですけど、とりあえず向かいたいと思います。よっしゃ、楽しみ。YouTube でサウナ動画も初めてなんで、ちょっと今日は僕のサウナの入り方も皆さんにお届けできたらなと思っております。行ってきます。行きます。行きますって言われて。なあ、大丈夫？ワイパーのマックスまで動かしてるけど俺。ありますように。はい、楽しみです。ワイパーが一番速い状態で俺今動かしてるけど、これほんまに荒れんの？じゃあここで僕が好きなサウナ施設ベスト5発表します。ベスト5っていうか、なんていうの、5個、1位とかじゃないで、もう同列の5つ。1つ目、大阪心斎橋清水湯さん。おお、清水湯か。ここはですね、もう僕がサウナに目覚めた聖地なんで、やっぱ外すことできないんですよ。いわゆる町の銭湯なんですけど、サウナの中の温度も最高やし、清潔感もめちゃめちゃあるし、水風呂が何より素晴らしいんですよ。で、いろんなそのお風呂屋さん、町の銭湯ってあるけど、清水湯ほど水風呂がでかいとこあんまないのよね。しかも従業員の人もめちゃくちゃいい人で、夜はドイちゃんっていうおばちゃんがやってて、ドイちゃんは体に伝説の生き物が書かれてる怖い組織に属している人たちに全くビビらないんで、そういう人が例えばマナー悪くお尻に引くマットあるやん、あのマット2枚とか使ってたら、あかんで1人1枚やで、ピシッて怒るよ。めちゃくちゃいいのよ。ほんで数々僕はそこでいろんな体験してきまして、初めてサウナにハマった時に、それこそ体に伝説の生き物が書かれている怖い組織に属している人に、お前こら呼吸したんか、いや、しました、あかん、もっとお尻のとこゴシゴシ洗えって言われて、もう一回かけんしに行ってんのを小窓からその怖い人が見てんのよ。やってるかなって言ってかけんちゃんとするっていうこともそこで習いましたし、で何よりその清水湯で高橋さん弟子にしてくださいって言って、小学生が来たのよ俺のとこに。で、何弟子って何、高橋さんのサウナの入り方、お風呂の入り方全部教えてくださいって言って、サウナの弟子になりたいと。
いや、ええでっていうのだね。じゃあ高橋さん、ここのサウナの好きなところ5つ述べよ。なんで俺が試されたの。それが東郷っていう男の子やったけど、小学校5年生やって、でそっからサウナでずっとこう東郷にいろんなこと教えてきたわけ俺は、うん、はい、こうやって入んねんねとか、水風呂はこうやねとか、だからどんどん東郷もこう年齢を重ねていくうちに、中学に入って、中2の時やったかな、東郷が、高橋さん見てください、ついにチンチンに毛が生えてきましたって俺に見せようとした瞬間抜けたよ。信じてください、これ本当に生えてたんですよって言って。だからその東郷がもう今大学生ですからね。今大学2年生で俺の母校に行っての立命館に行って、高2の時やった、高3の時やったかな、東郷のが好きな女の子できて家に来てんで、で家で一緒に DVD 見てる時に肩に顔をこう乗せてきたらしいのよ。おうおうおう。でそれがイタリアの留学生やったらしいね、イタリア人の、で高橋さん一句聞いていいですか、家でここに肩にあの乗せてきたんですけど、あれは僕のことが好きなのかイタリア人やからなのか、どっちなんですか。俺イタリア人の生態知らんか分からへんわ。だからやっぱ清水湯はやっぱ欠かすことができないですよ。そりゃそうだな。二つ目、ホテル阪神徳次郎の湯。おお、そこまで行きますか。これはね、大阪の時は絶対泊まってるのはホテル阪神なんですやけど、そこのサウナが素晴らしいのよ。まあ、サウナ室もでかいし、でマナー悪い人は今まで一回も見たことないな。水風呂も最高に気持ちいい温度 で休憩するとこもガウン着て休憩できる座椅子みたいなスペースもあって、そこの水も美味しいし、で露天風呂もあんねん、ほんで天然温泉、だからもう全部足りてんのよね。全てが満たされてて、しかも空いてる。最高のとこですね。結局ね、東京のサウナはもうどこも混んでるわ。ホテル阪神の徳次郎の湯で一回露天風呂でスマホでテレビ見ながらめっちゃ笑ってるおっさんって、うん、何の番組見てそんなに笑ってんねやろなと思って見たら、うん、俺が大阪でやってる今ちゃんの実話っていう番組の銭湯のロケの VTR 見て笑って大好きじゃん。でえっと思って俺自分の映像を見てこんなに楽しんでくれてる人が裸でそこにおると思って、ありがとうございますって声かけたら、その人ここにいるのがここに現れたから、めっちゃびっくりしてスマホ落としたから。それはびっくりするでしょ。それはびっくりするし感動でしょ。せーの、3つ目、3つ目、はい、これ難しい。3つ目、うわ、佐賀県、おお、羅漢の湯。おお、まあ、そこはね、ホテルなんですけど、サウナシュランっていうサウナのミシュランみたいなやつの2019年、2020年かなの1位のところです。そこはもう想像を絶する良さやったな。だからサウナ室、男の方のサウナ室が真っ暗なんですよ、うん、真っ暗な暖のあるサウナのところにでっかいサウナストーブがあって、そこでセルフロウリュできるんだけど、ほうじ茶をかけれる。だからそのサウナの部屋の中がほうじ茶の匂いがうわー漂ってめちゃくちゃいいの。で水風呂も外にあって、で大自然の中でっかい露天風呂あって、そこでこう風を感じながらそのほうじ茶の香りに包まれた感じでゆっくり座れるところに座ってたらもうマジで時間忘れる。ちなみにチェックインが3時やったんですよ。僕3時から晩ご飯の時間が19時やって、19時まで4時間サウナに入り続けて、で晩飯食った後も夜の11時ぐらいまでずっとサウナに、で合計どれぐらいサウナ入ったか分からんぐらいサウナに、で女湯の方のサウナに朝入れんねんけど、そこもまためっちゃええねん。一瞬どこにサウナがあるか分からへんの。で見落としがちなとこに、あ、ここにサウナあったんかみたいな感じで、で女湯の方のサウナはこういう凍らしたアロマの
氷があって、この氷をサウナストーブのポンと置く。ほんなら老流が延々とこう繰り返されて、もう最高です。さすがサウナシラ撮ってるだけあるなと。ほんでチームラボさんとコラボしてて、アートも見れるようになってるので、なのでやっぱり欠かすことができないですね。4つ目、はい、もしかしたら僕の中で1位かもしれないです。1位です。